はい、よちまるくんの天才ラジオということで、まあいつまでねこんなことをやれるのかなって思うんだけど、まあ何かこう物を作ろうと思ってる時はもしかしたら難しいかもしれないね。こういうのってね、頭の中が何か心配事がないとかやらなきゃっていう気持ちだったらこんなバカバカしいこと喋れないもんね。何にもこの先予定ないですっていう時じゃないと脳みそってこう自由にならないからね。だからこのラジオ聞いてる人たちも、まあ悪い言い方すれば暇人だって、本当に大事な何かこの数週間後にもう3年越しに勉強してきた司法試験っていう前にさ、よちまるくんの天才ラジオは聞けないでしょね。あ、でもわかんないか、そういう時こそこういうどうでもいいようなことが聞いて気を紛らわせたいっていうこともあるかもしれないからね。うん、まあでもこれは今先行して放送しているので、皆さんからのコメントやお便りもね、そのキーワードに反映させる形にして、やっていきたいなと思ったりしています。はい、それでは今日のキーワード、おかま。おかまね、おかまか。おかまって差別用語なんだっけ？確か。おかま、なんかおかまとお姉となんとかの違いとかってなんかそんなようなこと言ってたけどね。あ、おかまで思い出した。オクラってね、袴があるの知ってる？オクラの袴、つまりオカマ。最近野菜をねちょこちょこ畑のね、畑から直接買い取るような形にして、お店に届けていたりするんだよ。まあ東京近郊でも本当に野菜を作ってるところってね、まああるんだよね。で、そういう野菜を作ってるところっていうのは、まあもちろん出荷して大きなその流通に乗せるところもあるんだろうけど、東京近郊ってそういう流通に乗せない小さな、まあそれだけ人がたくさん住んでるから、そういう人たちのためのまあ野菜直売所みたいなものが割とちょこちょこあるのよ。例えば世田谷なんかも、ニコタマのあたり、ニコタマもね、洋画の方、登り切った方、住所で言ったら、瀬田のあたりにはね、結構な畑があって、親しくしてる大林信彦監督の娘さんの大林ちぐみさんっていう人がいるんだけど、この大林さんのうちにね、は瀬田なんだけど、行ったらもうね、四方八方畑の真ん中にね家があって、こんなニコタマから徒歩何分のところにこんな畑の真ん中に家あるんですねって言ったら、そうなのよ、それが良くてここにしてるのよって言われて、なんてことあったけど、でもああいうところにね、野菜売ってるとこって結構あるんだよ。で、そういうとこはね、
多くはね、自動販売機なんだよね。あの自動販売機って言ってもね、知らない人は知らないか。あの、アクリルの扉があって、なんかそれがこう、ロッカーみたいに、だいたい 5×7 ぐらいの、そのロッカールームの中に野菜が入ってて、その300円、だいたい300円だね、を入れると、その扉が開いて、そこから野菜を取れるっていう、まあ無人の、いや、自動販売機みたいのが、世田谷には多い。でもまあ、言っても季節で、トマト、ナス、ブロッコリー、まあぐらいかな。でね、二子玉川もね、下の方に降りて、川沿いの蒲田とか、あの辺、蒲田っていうより、あの辺なんつったかな。成城に行く途中の左側のところには結構ね、野菜を作ってるところがあって、そういうとこだとね、割と種類多く作ってたりするんだよ。でね、一番のおすすめは、もう、調布、深大寺。この深大寺のところにあるね、野菜の里っていうところは、いいんだよね。とにかくいろんな種類も作ってて、そこの野菜は本当に、で、まあ勇気で野菜を作るっていうこと、まあ自分たちもね、勇気で野菜作ったり、野菜っていうか豆を作ったり、かぼちゃを作ったりしているから、無農薬でやるっていうことをやってるじゃない。で、無農薬とかね、除草剤を使わないとか、まあ人間の労力を使わないで作る野菜の良し悪しっていうのも、まあ、あるけど、それ使わないでに越したことはないと思うよ。もう農薬だってね、どんだけかけてんだっていうこともあるでしょうけど、でも、やっぱり鮮度に勝るものはないわけ。野菜は鮮度だよ。で、一時市場に買いに行ったりすることもあったんだよね。例えば、川崎だったら北部市場とか、まあ築地だとまあ場外になっちゃうけど、そういうところで野菜を買うっていう。でもね、所詮流通に乗ってる野菜は流通に乗ってる野菜の鮮度なんだよ。ね？だからスーパーで買ってんのも、まあ悪いとかいいとかっていうことよりも、そういうもの。で、オクラの話。オクラって、みんな大体は、高知の、まあ高知が多いかな。オクラとかミョウガとか。あの緑のネットに入ってて、全部揃ってて、なんか売ってる。なんかオクラは緑のネットに入ってるっていう印象あるよね。それで全然関係ないこと思い出したけど、昔さ、石鹸ってオレンジのネットに入ってたね。今それ同じのがひょっと出ちゃったけど、あれってなんかみかんが入ってるネットなんじゃないかな。みかんが多分5つぐらい入ってるようなオレンジのネットに石鹸って入ってて、蛇口の首元で祝えてあって。っていうのがあって、あれ学校か。学校の、なんだ、ああいうのって、水飲み場っていうの。手洗い場っていうの。ああいうところにあったね。まあそういうネット。とにかくそのネットにオクラは緑の入ってるんだけど、最近この夏ね、いろんなところで、その畑からね、もう朝取ってきたばっかりだよとかっていうようなオクラを買ってくるとっていうか、そういうものを手にすると、オクラにねびっしりと袴が生えてるわけよ。で、これなんて説明したらいいかな。オクラの茎のところからガクがあって、
その額のところに、例えて言ったら、つけまつげ。つけまつげ、緑のつけまつげ、みたいなものがね、その生えてるわけ。まあ、袴、だ、おかま。おかまはね、緑のつけまつげみたいなんで。で、これを、まあ、洗うとね、パラ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 っとまつげが抜けるように、その袴たちは抜けてっちゃうんだけど、でもね、その袴がついたまま、さっとね、お湯で茹でて、そのまま食べるっていうのはね、もうなんとも美味しいんだよね。あの、下手なアスパラよりも、美味しい。で、その、スーパーなんかで売ってるオクラには、そのお釜がついてないからね。で、そこの部分がちょっともう、額のところが黒くなっちゃってるから。だからその額のところを包丁でこそげ取って、お料理しましょうね、なんて言うけど、それはもうね、鮮度が悪いからであって、本当に、いい、オクラを買うと、いいっていうか、鮮度のいいものを買うと、その、お釜がね、いっぱいついてる。こういうものを、できれば、ね、食べた方がいいなと思っていて、この、10月から、そういう野菜を、毎日買って、お店に並べて、並べてっていうかお店でそれをねカレーにしたりしようかなと思ってるわけ。やっぱりねお釜がついてないオクラはダメってだからね。だから来年はねもう今年はお釜をオクラ終わっちゃったけど来年はねあこれ井川さんがあよちまるさんがあの天才ラジオで言ってたこれがお釜ですねってみんながねああ本当だこれがお釜だってそのつけまつげが緑のつけまつげが抜けたようなのがカレーの黄色いところにパラパラっと本当につけまつげみたいって言いながらお釜カレーお釜カレーってねみんなが喜んでねこれでしょこれこれお釜って言いながらねカレーを食べる様をね、今から楽しみにしてるよ。そのぐらいね、本当に野菜にとっての鮮度っていうことはとても大事で、そういうものが手に入るととてもなんかこう生きてるものを食べてるっていう実感とね、そういうものを自分たちも扱ってるんだっていう自負がこのね今大変な時期にお店をまあ存続させるっていうか存続しようという気になると思うわけよ。だからそういうことからすればそのちょっとしたね野菜のまあ例えばあれなんかもそうだね枝豆の産毛。この枝豆の産毛っていうのもね、もう本当に枝豆はすごい産毛だから。冬に収穫して、大豆の殻からね、豆を落とすときにもう、その産毛が抜けてね、もうもうとね、秋の西日に逆光に照らされて、その産毛がこう空気に舞ってる中、豆落とししてるような時はもう全身が痒くなりそう。その枝豆の大豆の産毛で。でもそういうのはさ、スーパーなんかで枝豆買っても、え？豆に大豆に産毛ってあるんですかってみんな思うよね。もうそういうさ、脱毛大豆っていうの？そういうのもダメ。だからそれも、これから、え、こんなに毛深いんですね。大豆って、枝豆ってって
思わせるような、そういうものをね、いっぱい出したいね。あ、これでしょ、井川さんが言ってたこの毛深い、あ、だからほら毛豆って言うもんね、大豆のこと。だから大豆のことを毛豆、まあ茶色だから茶豆とかって言ったりするけど、毛豆っていうのはね、大豆の枝豆のことだから。だから毛のない枝豆食べたら、それはね、お釜かもしれないよ。